最近韓国とかの YouTube で流行ってるらしいんですけど、ASMR というシャラクサイトがあるんですよ。なんかビヨーンと伸びるゲームがない。では早速第1問、こちらです。はい、気持ち良かったですか？いいですね。でしょうね。心地いい音ですね。はい、じゃあ、できないですから。これはですね、まあ、シンプルに、段ボールを切っている音。なるほど。しばゆくん。夢丸と畳の間で年功を擦っている音。クエイすいません。畳と大根系だと思ったんだよ。畳と大根系なんだ。夢丸は何？不随。不随物。おー。うわぁ、うわぁ、すねるげー。正解は、ほら、慌てて買いに行ってました。買いに行ったのか。買いに行ってたのか。2時間で用意するって言ってたね。わぁ、行こうしゃい。大門、はい、こちらです。はい。これ難しいですね。意外といろんな音が混じってる。いろんな気持ちよかったですか。気持ちいい。まあ気持ちいい。コトフェチーだったり、焚き火の音が一番好きだな、俺は。なんで今急に気持ちいいな。これは、はい、サランラップを口に詰めてもぐもぐしてる音です。君話わかるね。えこれそうでしょ。いや、出たから。ラップと消しゴムをペチャペチャ。もう完全に、すごい、わかる、こうだよね。で、正解。はい、マジ正解じゃん。だから哲学っていうのは麻雀漫画の哲也を学ぶ学問だと僕は思ってますね。正解。第3問に行きたいと思います。はい、第3問はまあでもみんな一度は経験したことあるよね。おお、なるほどね。さっきの経験ないからな。行きます、こちらです。もんじゃずんたびんたどんなもんじゃ。もんじゃずんたびんたどんなもんじゃ。もんじゃずんたびんたどんなもんじゃ。はい、難しい。ほうほうほう、もっとちょうだい。みんな ASMR のトリコです。これは危ないですね、やっぱりこれは。うっせぇな。はい、さすがに。くさぁ。この音くせぇ。うるさい、うるさい。しばりさん、エビの尻尾をたくさん並べてハサミで切る音。たまに髪も切る。なんだよ。チョキンって音がしたんで。枝豆、鉄板焼き。もんじゃずんたびんたどんなもんじゃ。もんじゃずんたびんたどんなもんじゃ。2回もとか2回あるからね。この次の問題は決勝戦になります。はい、次の問題は非常に小さな音です。めちゃくちゃ耳を凝らしてください。これノイズと思った音はノイズじゃないです。はい、はい、どうぞ。ノイズです。努力されてる血管の音の方が大きい。はい、御曹司の寝顔に水を垂らしたが彼はそのまま寝続けた音、かっこ寝息。あいつ吐きっぱなしすぎない？一回も途切れなかったんだよ。ああ、なるほどね。はい、答えは、それではしばりさんどうぞ。セミが飛んでて街灯にぶつかって死ぬ。すごい。言いたかったことは、どうした？アリがいる。絶対にね。絶対に。